はいどうも、エルです。それでは、原神やっていきますか。今回が新しく、第2章、第3幕始まったんでね、やっていこうかなと。おお、来たんだね。もうすぐ三五宮様との約束の日だ。そろそろ出発しよう。準備はできたかな？まずは渡墨島の軍営に連れて行ってあげるよ。それから三五宮様のところまで行こう。もし途中で船酔いしたらすぐに僕に言ってね。でも君は南十字戦隊にいたことがあるらしいから大丈夫だと思うけど。よし、じゃあ出航だ。さあ、千秋百目の浮世行きますか。で、これが船に乗っていくんだろうけど、こっちなんだ。こっちとは違うんだね、西来の方とはね。じゃあ行ってみよっか。おお、すごいね、あそこね。めちゃくちゃ綺麗じゃん。あー、で、三五宮が使ってた、あのクラゲもね。はいはいはい。とりあえず左側。こっち側からか。はいはい。それなりにって感じだね。さあ、着いた。めっちゃ綺麗だよね。ここが僕たち渡墨島軍隊の訓練営だ。今ある抵抗軍はほとんどが渡墨島本土の兵士によって構成されている。一部の人はタタラスナで幕府軍と正面から戦い、もう一部の人は渡墨島で民の安全を守ってるんだ。鉄兵も昔ここで訓練してたのか？うん、でも残念なことに教官が前線に出ることを認めてくれなくて、タタラスナの戦いでは後方で雑用をしてたんだ。僕はしばらくここにいるから、何か用があったらここに来るといいよ。もし僕がいなければ書き置きでも残しておいて。それを見かけたらすぐに君を探しに行くから。ああ、しまった。もうすぐ三五宮様との約束の時間だ。今度また君に渡墨島を紹介するよ。今はまず三五宮まで行こう。あそこか。それって三五宮ここみが住んでるところだよな。行ってみようぜ。おお、近くで見ると全然違う。何はともあれ、兵糧は最重要事項です。少しの過ちも許されません。我々と幕府軍の衝突が日に日に激しくなっている今、いち早く後方作業の安定化を図る必要があります。はっ、再考してみます。ご安心を。以前手に入れた物資もありますので、軍隊の拡張も進んでいますよ。人手不足だった頃は苦労をかけましたね。これからは形勢も良くなっていくでしょう。軍隊の拡張？それは良かったです。今回は一体どなたが背後で支援してくれたかは知りませんが、本当に助かりました。ん？鉄平じゃないか。お前、渡墨島に戻ってたのか。その方は？へへ、三五宮様のお客さん。僕は彼女を渡墨島に連れてくるためにここに来たんだ。それってまさか最近軍隊の中で噂になってる無限の力を有し、放つ矢は百発百中、そして体は金剛のように硬い、あの新人か。なんでそんな噂があるんだよ。お二方とも遠路はるばるお越しいただいたからには、きっと何か急用があるのでしょう。これ以上私が邪魔をするわけにはいきません。今度また時間があれば
私のところにお茶でも飲みにいらしてください。では三五宮様、私はこれで失礼します。三五宮様、先ほど大久保の兄貴から支援という言葉が聞こえましたが、一体何のことでしょうか？少し前にある方から手紙が届いたのです。その方は渡積島の構想を支援するために大量の物資を送り届けてくださいました。そのおかげで我々はやっと兵力を確保し、幕府軍と正面から立ち向かうことができるようになったのです。ちょっと気になるよね。本当に信用できるの？私も疑念を抱いていますが、ただ渡積島の資源はあまり豊かではないので、この物資は確かに渡りに船とも言えるでしょう。相手側の要求も同行したものではありませんでした。ただ我々に全力で幕府軍に抗ってほしいようです。彼らの目的が何であれ、少なくとも目的は同じです。ここは一旦表に出るのを避けたいと思っている盟友ということにでもしておきましょう。もちろん警戒を完全に解くわけにはいきません。もし何か異常を見つけたらすぐに私に報告してください。三五宮様、前線への食料供給も良くなるのでしょうか？何日か前に負傷兵営に行ったら、仲間たちが焼肉を食べたいと騒いでました。ご安心を、もう手配してありますよ。これで焼肉をお腹いっぱい食べられるでしょう。もちろんお酒は許しませんが。よかったです。あなたたちにも苦労をかけてきましたね。メガリレーが発令され、それに抗うために反乱を起こしてからというもの、軍隊の献立はいつも似通ったものになっていました。今後は私も後方勤務部隊と相談し、その点について改善をします。しかし我々の物資は有限ですので、勝利するまではもう少し我慢してください。じゃあメガリレーはいつ終わるんだ？その質問は私にも答えられません。メガリレーの発令はもともと奇妙なものでした。天領奉行も将軍様も態度が少し変だったのです。天領奉行が突然メガリレーを実行し始め、将軍様もメガリレーがもたらす戦争に目をつぶっていました。それらの謎を解き明かさなければメガリレーは終わらないでしょう。しかしこれだけは保証できます。メガリレーがある限り私たちは抗うことを諦めません。今一度確認させてください。渡積島と抵抗軍の現状について全てを理解してなお私たちと共に戦ってくれますか？わかりました。ではこれよりあなたを正式に渡積島特別行動隊メカジキ2番隊の隊長に任命します。メカジキ2番隊？あのメカジキの名を冠する特別行動隊のことですか？特別行動隊に加入するだけでも困難なのに一気に隊長になるなんてすごすぎます。掟破りの任命ですが、あなたの英知、勇気、力は隊を勝利へ導くことができると信じています。やったー。じゃあいつ就任式をやるんだ？メカジキ2番隊は現在本島南西の山岳で待機しています。近頃は浪人が騒ぎを起こしていますので、後方の安定化を図るために特別行動隊に出向いてもらっているのです。委任状はすでに用意してあります。彼らに見せてください。そこの浪人も一緒に片付けてくれると助かります。特別行動隊にいる者は皆渡積島の精鋭です。少々おごり高ぶるところもあるかもしれませんが、あなたなら彼らの信頼を得られると私は信じていますよ。じゃあ僕は、三五宮様、僕に何かできる作戦などはないでしょうか？僕も抵抗軍に貢献したいです。もちろんありますよ。後ほど手配します。任務を完璧に遂行することを約束します。君はメカジキ2番隊の隊長になったけど、僕も君に負けないぞ。おお、気をつけていけよ。無理はしないようにな。じゃあオイラたちも出発しよう。早速任務か。どのあたり？
あー、さらに奥か。じゃあそれはそれでいいね。メカジキね。あなたが新たにメカジキ2番隊の隊長に任命された方ですね。サンゴノミヤ様からすでにお話は聞いています。軍でも以前からあなたについての噂が出回っていました。委任状の確認も終わっています。ですがまだ一つ懸念が。ん？何か問題でもあるのか？簡単に言えばあなたが従う価値のある方かどうかです。それってどういう。普段であれば直接戦ってみればそれで終わる話なんですが、今はちょうど絶好の的がたくさんあります。ここに来たのは近頃騒ぎを起こす浪人のせいなんですよ。もしそれら浪人を片付けられれば、私たちもあなたの実力を認めましょう。おお、オイラたちの実力を見せてやろうぜ。まあ試すってことだよね。結構試すって悪い文化だよね。よくあるけどね。命を捨てに。お触り禁止。ここまで。はあ。どうだ。やはり関東の罠だけである程度はめれるからな。刀の錆びとなれ。なかなかやりますね。噂ほど誇張されたものではありませんでしたが、それでもすごいです。自己紹介しましょう。私は光徳、メカジキ2番隊の代理隊長を務めています。こちらは義久、タイにいるベテラン兵です。ただいまより隊長の責務を正式にあなたへお渡しします。メカジキ2番隊、いつでも準備は整っています。まだ他に騒ぎを起こしている浪人はいる？襲撃を受けた場所は主に2カ所あります。ここの浪人たちはすでに隊長が片付けましたので、残るは本島の東にある浅瀬ですね。しかしあそこは浪人の数がとても多く、先ほどのものより手ごわい相手ばかり。なるほどね。まあ手を焼いてたってことか。行ってみよう。そうだな。渡辺島と幕府軍はまだ戦争してるんだ。こんな悪い奴らに騒ぎを起こしてもらっちゃ困るぞ。ソードフィッシュ2って、あれなんかあれしたっけ。まあいいか、とりあえず次だな。まあ、氷でどうにか稼げるから。ついていきます。浪人がいっぱいいる。これはまだ一部に過ぎません。近くにまだ拠点が2つあります。どの拠点を攻めても他の2つの拠点にいる浪人の存在が不安要素となるでしょう。彼らは支援に来るか逃げるか自由に選択できますので。じゃあ同時に攻めよう。それは隊長に危険が及ぶ可能性が。隊を分ければ隊長の護衛が減ってしまいます。少々不安が。大丈夫。おお、オイラたちがこれくらいで傷を負うもんか。わかりました。では彼らを一網打尽にした後、またここで合流しましょう。心配してくれるのはね、ありがたいけどね。大丈夫、余裕。どうも。命を捨てに来たか。これでどうだ。やっ。楽勝よね。ほんとカーンいるだけでゲーム難易度変わるもんね。はい、終わり。あ、まだ来た、まだ来た。はいはい。部外者禁止。運命の今日。よっ。両元のチャン。みたいに。
うなんだよね、あんまりがな。勝ちだ。動き早いよね。いい動きするじゃん。いいと思う。水中電弾スタッキア、これが運命です。おお強っ。せっ、風の神、我らを導きたまえ。これでいいはずだ。怪我はないよな。うん、思ったより強かった。大丈夫。そうだな、光徳と義久たちがどうなったか気になる。見に行ってみるか。隊長。報告、他の拠点2カ所の制圧が終わりました。これで渡辺島の後方はしばらく安泰でしょう。うん、素晴らしいね。浪人も片付いたし、みんなからも認められた。でもこれからどうするんだ。戻ってここみに聞いてみようぜ。今回やっと鬱憤を晴らせました。あの浪人たちは以前からずっと目障りだったんですが、危険だからと手を出さないよう光徳に止められていまして。はあ、隊長がいなくても勝てたみたいに言うな。止めたのもお前らのためじゃないか。ビビってただけのくせに。おいおい、喧嘩するなよ。まったく。とにかくここみに報告しよう。よし、じゃあ行くか。いや、ロード早いから楽。さて、また何かお願いがあるんだろうね。あー、でもあれか、一応お寺みたいなもんだからやっぱ巫女さんなのか。ちょこちょこ周り見るといるもんね。就任は順調でしたか。順調だった。ちょっとだけ試練やった。こっちにしよう。そうですか。確かに彼らのやりそうなことです。しかしあなたの実力であればそのような試練も楽々と超えられると思っていました。報告に来たということは渡辺島にいた浪人たちをすでに追い払ったということですね。もちろん、オイラたちあいつらを叩きのめしておいたぞ。わかりました。では今後は大久保に見張りを手配させ、彼らが再び騒ぎを起こさないようにすれば大丈夫でしょう。ご苦労様でした。これほどの手柄を立てたのです。報酬をあげなくてはなりませんね。そうですね、昇進はまだ早いので報録を増やしましょうか。鉄兵はいないの。鉄兵には任務を手配しました。幕府海軍の奇襲作戦です。彼は後方にいたくないようでしたので彼の選択を尊重しました。ところで話は戻りますが、ある特殊な任務をあなたに任せたいと思います。特殊な任務？はい、渡辺島とタタラスナの間に魔人遺跡があります。あそこにはいくつかの島がありまして、物資輸送の中継地点にも使われるのです。しかし近頃そこに保管された兵糧が忽然と消えてしまうことが多々起きています。ですがタイがそこへ行った時何も危険はなかったとのことでした。この真相をあなたたちに調査していただきたいのです。これは急を要することではありません。この何日かはまず軍に慣れることを優先した方がいいでしょう。渡辺島を回ってみてもいいと思いますよ。鉄兵が戻ってきたら彼ともお話ししてあげてください。天気のいい日は海に出るのもいいでしょう。鉄兵、本当に大丈夫かな。あいつうっかり屋だからなんか心配だ。あ、そうだ、訓練営であいつを待とう。久しぶり。
どう？メカジキ2番隊の人たちとはうまくやってる？順調。じゃあ先輩であるこの僕が兵をまとめる方法を教えてあげよう。彼らの俸禄を増やして報奨金も用意する。それに規律を守るように言って、それからなんだっけ。てっぺ、それどこで聞いたんだ？八重堂から出版された小説で読んだんだ。だいぶ前のことだけどね。当時いくつかの団子と引き換えに友達に見せてもらったんだ。小説に書いてあるもので軍隊を率いるなんて、これが俗に言う机上の空論ってやつか？僕を舐めてもらっちゃ困るな。今の僕は君たちと同じように軍隊の統治方法の勉強と模索をしているんだ。まさか、まさかなど。そう、海戦で大きな手柄を立ててね、今や僕も特別行動隊の隊長さ。マジか。最も新しい招待でニシン一番隊って言うんだ。どうだ、すごそうな名前だろ。しかも僕たちの隊服も制作中だってサンゴノミヤ様から聞いたんだ。制作が終わったら一緒に隊服を取りに行こう。新しい隊服を着たらきっとすごくかっこいいぞ。本当にありがたいことだ。これも全て支援があったおかげだよ。その隊服オイラにもあるのか？もちろん、君も僕たち渡墨島軍隊の一員なんだからね。やったー。隊長、新しい作戦任務が。ああ、今行くよ。じゃあ僕はこれで、また今度ね。君も僕に軽々追い越されないよう気をつけてよ。オイラたちがお前に負けるもんか。それはどうかな。僕は今絶好調でね、手柄を立てるにはもってこいの状態なんだ。まさか鉄平が小隊長になるなんてな。どうやら本当に努力してるみたいだ。少し休憩して魔人戦争の遺跡に行ってみようぜ。鉄平がね、鉄平がね。いやでも不安しか残んないよね、鉄平のはね。さて、神の目、神の魔男たちを渇望するものを次回やっていこうか。ということで、今回ここまでにしたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。